そろそろこの話をする時でしょうか。めかけについてです。私もあまり詳しくないので、改めて調べてみました。日本の歴史や文学には、めかけの存在が欠かせません。妻以外の女性との関係や、めかけとしての生活は、歴史を通じて続いてきました。めかけとは、妻以外に男性が持つ女性のことを指します。めかけには、正妻にはない特別な役割がありました。例えば、正妻が子供を産めない場合、めかけが男子を産むことが期待されました。また、めかけは、男性の社会的地位を高めるためにも存在しました。めかけとはいえ、男性と女性の間には、愛情が生まれることがありました。時には、正妻よりも深い愛情を抱くこともあったようです。しかし、めかけは、社会的に非常に低い地位にありました。このため、男性が、めかけに対して愛情を持つことは、社会的に許されたことではありませんでした。めかけという存在には、多くの問題点があります。まず、男性の権力を強めるために、女性が扱われたことが挙げられます。また、めかけは、社会的に非常に低い地位にあり、多くの場合、男性からの虐待や暴力を受けることがありました。これらの問題点は、現代でも解決されていない社会問題の一つです。